申し訳ありませんでした。好きだった聞こえ、すいません、何ですか。あー、これ洗濯物ですよ。洗濯物、洗濯するから裸じゃないです。材料カード、あ、はい、はい、材料カードです。ごめんなさい、これからは気をつけます。僕の日本の生活ってなんでこんな楽しいこと、面白いことがなんでこんなに多いなのかも。楽しいけどね、夜中の2時か3時くらいにコインランドリーに行ったんですけれども、まあ、その時はいつも誰もいないんだと思って半ズボン、寒いですけれどもしょうがない。いつも家ではこれを着ているんですけど、これを洗濯しなかったらダメでしょう。それはそうですよね。そっか、それ思い出した。僕2ヶ月前に日本に来てこんな話したことあるんでしょ。警察さんに検問された、警察さんと仲良くなりたいって言ったんですけど、実際に検問されたら、はぁ、あ、どうしよう、怖い、こんな感じでした。僕のせいで警察さんもびっくりしたし、僕もびっくりしたんですよね。申し訳ありませんでした。なんか悪いとか僕をタッチしたと思って本当にびっくりしたけど、警察さんだったんですよね。警察さんは僕を悪い人だと思ったんですよね。僕が悪い人だった。これは1ヶ月前の話だったんですけれども、最近はコインランドリーに行くとき、トランクソーセージ、トランクソーセージ、僕13キロ太って、これ今こんな感じだけどね。僕最近大好きなパンがあるんですけど、これこのパン本当に美味しい。クリームホイップフリーミー、フリーミーホイッ